はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さんは、浦島太郎って見たことありますかね？はい。ちょっと今回こちら、なんかもう亀だらけっていう、竜宮城、いろんな生き方があるんですけど、今回はこちら、遊び心コース、かっこ、簡単っていう、はい。で、この方のコメントがですね、ちょっともしあまりにも多くて厳選するのであれば、私のコースは無視しちゃってくださいって書いてたんですけど、無視するわけないだろ。やりますよ。もう、消極的にならなくても、俺はやるんで安心してください。もっと自信を持ちましょう。もう上でも、はい、もう自信にみなぎっちゃってる人がいるんで、ちょっと何をやってるんでしょうか、このコーラは。逆にお前は自信をなくせ。ちょっと。逆に自信なくしていただきたいですけど。はい、もうこれで行きましょう。これ、もう、なんかピラミッド的な感じですかね。もうキノコないですかね、ちょっと。ちょっとキノコが、これじゃないんですよね。はい、ちょっと着色料塗って赤にしたら、なんか効果変わるとかありそうで怖いですけど。で、どこ行くんでしょうか。まあ、とりあえず道なりに、はい、進んでいきましょう。簡単って書いてるんで、まあ、まあ一発でクリアできるでしょう。はい。まあいいでしょう。行きましょう。左って書いてますね。おー、来ました。なんでしょう、これ。物理とかであるオウムの形してますね、ちょっと。なんか、電圧とか、電力でしたっけ？なんか、オウムがありますけど。左も行きました。はい、ちょっと、また、お土産買ってきたみたいになりましたけど。うおい。やばいやばいやばい。これ、簡単って書いてて、本当に死んじゃったら、マジで、それ恥ずかしいんで。はい、やめましょう。さて、これを、はい、ちょっとなんでしょう、これ、地面に置きっぱなしですよね。ちょっと、なんかこんなんやるから、こうやってマリオに持ち逃げされるんですよ。はい、ちょっと、これなんかあるんですかね。ちょっとこのジャンプ台、持っていきましょう。って言いたいんですけど、OK です。何回このジャンプ台で手間取ったんだろう、俺は。はい、で、ここに、OK ということでしょう。はい、置きましょう。でですね、よっ。意味ないんかい。意味がなかったな。はい、まあ、なんとか行きました。オッケーです。いや、簡単って書いてあった割に俺は結構、ボコられたんですけど、はい、まあ、ありがとうございました。ちょっとボコボコにされちゃいましたね、でも。よっしゃ、じゃあ次これです。どの土管が当たりかな、です。入ってみればわかると思います。行きましょう。イカトゥーンって書いてある。なるほど、ちょっと、自分のものにしようとしてますね、スプラトゥーンを。はい。無理やり任天堂から特許を奪おうとしてますけど。で、土管、当たりかなって言ってる割にここしか入るところがないっていう。もはやいきなり当たりを見つけましたね。はい、オッケーです。で、これは、ちょっとなんか、初代1の2に似てる配置ですね、ブロックとか土管が。はい、これ、そうですよね、絶対。ちょっと、完全に、初代ですよね、この仕掛けは。こっから違いますけど。はい、おぉ。ちょっと、なんか、ちょっとこれ、絶対、修学旅行中の生徒ですよね、絶対。ちょ、クリボー、修学旅行中にどん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 消されていくっていう。はい、オッケーです。ちょっと、これ B グループでしょうか。次 B グループをちょっと倒していきましょう。オッケーです。ちょっとしおりに、多分マリオにはご注意くださいとか書いてあったと思うんですけど。はい、オッケーです。ちょっと多分このしおりの目標は、生きて帰ることとか書いてそうな感じですけど。まあ、あの一体だけ逃がしてあげましょう。多分帰ってから絶望すると思いますけど。はい。で、いつの間にかスターもなくなりましたよね。
はい、孔明も特にないので、はい、行きましょうか。上あるかな、特に何も。あ、来ました、オッケーです。ちょっと高架登りましたね。ちょっとこれ原付バイクだったら上乗れないと思うんですけど、俺原付じゃないんで。はい、で、おお、結局上から行かないとダメみたいでしたね、なんか。で、ここからが本題ということか。はい、どれかが本物なんですよね。じゃあ俺は結構何事にもまっすぐな男なんで、左を行きましょうか。はい、違いましたね。え、なんかポトって落とされましたけど、なんかカーみたいな、ちょっと落とされ方しちゃいましたね、今。ちょっと、はい、どうぞ、みたいな。あ、うわー、ここまで来たら、真ん中行きたかったですよね。ちょっと、なんか、すんごいモヤモヤしてますけど、今。まあ、いいでしょう。OK です。ちょっと、モヤモヤ感が集ったまんまゴールしちゃいましたけど。はい、やりました。ちょっとこういう作戦だったんですかね、多分。はい。まあ、とりあえず、思い出に残ったのは、クリボーの踏み心地が良かったっていうことだけだったんですけど、はい。ありがとうございました。よし、じゃあ次、3ステージ目行きましょう。クッパ軍団最後の抵抗。と書いてます。逆襲とか復讐とかじゃなくて、ただ単に抵抗してるだけなんですね。行きましょう。ちょっとすいません、なんかクッパ軍団抵抗って書いたら思いっきり弱々しくなりますね、なんか。はい、じゃあ孔明を確認しましょうか。はい、オッケーです。なかったんですけど、足場もないですよね。どうすればいいんだろう、これは。なんかさっき沈んでいった男がいたんですけど、もう一回行きましょう。もうこれ確認してる場合じゃねえな。ここで、こうやって、オッケーです。かっこよくないか、今のは。はい、やりました。ちょっともしかしたらここは、ちょっとドカーンって行けば、すぐたどり着けそうな感じなんですよ。はい。ちょ、ここ行きましょうか。ちょっと騎馬戦やってましたけど。なぜ入らせた？なぜ入らせたんでしょう、あの人は。ちょっと俺にどうして欲しかったんでしょうか。はい、じゃあちょっと、ここでなんか、組対やってますね、ボム兵たちが。はい。ちょっと問題が起こったのにもかかわらず、ちょっとまだピラミッドやってますけど、はい、代わりに横に広がってました。じゃあ行きましょうか。さあ、ちょっとドタ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 してますけど、オッケーです。ちょっとなんか在庫処分していきましょう、どんどん。はい。ちょ、上で売れ残りがいるんで。はい、ちょっと、オッケーです。リサイクルしました。ちょっとすいませんでした。むせてました。もう絶対ここの扉は入りません、俺は。多分この人の住まいだと思うんで。はい。勝手に住まいに入るのは良くないんで。行きましょう。泥棒だけです、住まいに入っていいのは。それ以外の人は勝手に入ったら、不法侵入になっちゃうんで。で、おーつ。なんでしょう、ここ。ちょっと不衛住宅みたいな感じですよね、ここ。ここ誰かの家なんですよね、絶対これ。ちょっと不衛住宅の住人たちが襲いかかってきてるんで。はい、もう行きましょう。多分これ自治会ですよね。自治会の人たちが邪魔なんで。で、嘘。え、これ。まあ、なんか足だけなくなってそうだな、これ。ちょっと、気づいたら。オッケーです。行きました。まあ、さっさと入りましょうか。ちょっとコメントしたかったんですけど。はい。で、ここ、なんかまた、ちょっと駐車場的な高さ制限されてるんで、仕方ないですね。行きましょう。せっかく成長期遂げたのに、また、えぇ、ー、嘘、無理でしょ。
ええちょオッケーですゴリ押しで、はーい、行きました。じゃあちょっとここでまた組みたいよ。まさかのピラミッドでもないのにちょっと頑張ってたんで、はい、倒しました。もういいでしょう、入っちゃって。でまたなんかウーパーって、なんかウーパールーパーがいるんですけど、右で、はい、もうここれでいいんじゃないでしょうか。ちょっとこれリフト乗っちゃうとまた下がるんですかね。ちょっとこれ下多分アウトになると思うので、上でしょうか。上ですね。じゃあ行きましょう。OK です。でこれまた多分不営住宅ですよね。じゃあちょっとこれ右302号室だと思うんで、はい、適当ですけど行きましょう。違ったのか、違ったのか、違った。そりゃまたおら、えらい大家族で楽しそうですね。はい。よっしゃ、じゃあこっちか。オッケーです。やりました。で、ちょっとなんか左からお相撲さんがやってきましたね。じゃあ、何してんでしょうか、あの人は。ちょっと、通行に A みたいな感じですね。ここ本当に入っていいのか？なんか絶対、下あるよな。オッケーです。なかったです。オッケー、ここか。やりませんでした。え、じゃあ土管ですよね。はーい、やりました。なぜか監禁されたのに喜ばれましたね。なんでしょう、これ。またなんか、動物園に保護されたみたいな感じになりましたけど、餌やらないでくださいとか。マジか。マジ。うるせえわ、もう。お！これは進展があるんじゃないでしょうか。ちょっと、トゲ帽子とか被った状態でここまで、はい、来ちゃいました。これでもゴリ押しで、はーい、ここまで来ました。じゃあ、ここ右、まだ行ってなかったんで、はい、右から行きましょう。ちょ、これなんか勝手に、やられないんですかね。ちょっと待っときましょう。ちょっとやられないみたいですね。じゃあ、行きましょう。ここをわざと上におびき出して、はい、こういう、もうここ、わけがわかんないですね、なんか。とりあえず、白熱かっこ笑いが、繰り広げられてるんですけど。よし。オッケーです、やりました。ここでですね、どっちだろう。上ですかね。上行きましょう。ちょっとすいません、さっき無言になりましたけど。で、ちょっと右で番犬ガオガオが、やばいやばい。番犬ガオガオとか言ってる場合ではなかったみたいですね。なんか、もうかなりもう混乱して何言ってるかわかんなくなってきてるんですけど、半分。はい。ここを、とこ左行ったら、さっきの扉んとこに来ると思うので、はい、やっぱりあのクッパをなんとかしましょうか。ここ、もう上から、はーい、来ました。で、ここさっきの扉ですもんね。もしかしたらこれに乗って、左とかあるんですかね。ないみたいか。じゃあ、うわ、いるな、ちょっと。これ勝手に落ちたりしないですかね。クッパって結構アホなんで、落ちて、このまま、もう一丁ジャンプを。くっそ、無理か。もうちょっとジャンプすんの、待つか、じゃあ。ジャンプしろって。無理か。無理か。何をか、OK。よし。分かってたけど、なんでそこ入んの？なんでそこ入んの？おっしゃ、でかくてよかったです。でもこれ終わったんじゃないか。ちょっと、なんか、完全終わりましたよね。おっしゃオッケーです。
どうだ今のは見たかっていうぐらい、ちょっと。よっしゃ、ざまあ。ごめんなさい、すいません。ちょっと、もうあまりにもやられすぎて。はい、もうちょっと。もういい、もういい。ちょ、待て、落ち着くぞ。落ち着きますね。ちょっと、こんなとこで死ぬわけにはいかない。ちょっと散々今までやられたんだから。はい。もうちょっと、もうヨッシー様様ですよ、これは。ちょっと奥も狙いましょう。奥のパックンフラワーもストライクして。はい、もうそろそろでしょう。ちょ、ほんとどこまでやるんだ、この人は、ほんとに。ちょっと、ものすごいやり手ですね、ちょっと。ちょっと今のエロかったですけど、すいません。これもう右のリフトに気をつけて、行けば、いいでしょう。はい、じゃあ、ノコギリが、マジか、マジか、そんな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 、もう何、何なの、何なの君ら。ちょっと待って。はい、ちょっと、この画面に出てるということは、察しのいい皆さんならわかると思うんですけど、クリア、無理です。すいません、リタイアします。あのですね、ここが、まあ、ゴールじゃないですか。まあ、ここまで来ましたよね、俺。ちょっとこんなところに、なんと隠しブロック敷き詰められているんですよ。はい。で、仮にこれ上を通ってもまたこの、ちょっと、なんか100人乗っても大丈夫のコマーシャルやってそうですけど、これ。はい。もうこれが来まして、で、なんと、ここにもクリボーを乗せた困難がいて、はい、このファイヤーじゃないともここもはや特攻不可能っていう、はい、状況の仕掛けでして、ちょっともうこれ無理ですねっていうことに、はい、なりました。ちょっともうここまで来たら、もうゴールですよね、ここ。もうゴールでいいですよね。はい。もう、ということで、今回はここまでにしたいと思います。もう最終記録。まあ、あとこのクッパを倒すだけというところでしたけど、もういいです。俺の負けで。はい。では、また次回お会いいたしましょう。さよならチャンネル登録をすると、僕の動画がアップされた時に、探す時間をかけずに、瞬時に見ることができます。スマートフォン、タブレットで見ている方は、この動画タイトル下のチャンネル登録と書いてある赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。パソコンで見ている方は画面上に出てるこのチャンネル登録というボタンを押してください。ぜひよろしくお願いいたします。